なんだっけこれ。鬼極辛ペヤング。ペヤングかな。でも今あの今一番辛いやつ。鬼の顔が描いてるやつ。鬼の顔が描いてるやつ。描いてあるやつ。うん、あのヨッチがねあの汗かき対決で残したやつがあるんで食べたことないんでちょっと食べてみようと思います。え、食べた？食べてない。あ、料理も食べてないんだ。やばそう。やばそう、それは。でもねなんか色とかはない。そう、色はね、そんなね、なんかそんななの、うん、で、匂いもそんななの。へぇ、いただきます。ちょっとよだれ出てきた。辛い。辛い。そんなでも、うん、なんか辛い、うん、辛い。辛い、まあ痛いやね。痛いな。でもさ、なんか前にもこういうの食べなかった。いや、ジエンドだよね。うん、あ、ジエンドよりもその辛さがもう辛いの。辛い、うん、辛い、これはもう多分分かんない、私。あ、私にはね、もうね、そのね多分辛さの、もうあれ、分かんないわ、多分。あの、もう多分辛さが、多分私ここまでしか感じられないと思う。ジエンドとあんまなんか変わんない。で、確かにこれを全部食べきれてるからめちゃくちゃ辛い。うん、けど一口だったら、あ、カレーカレーって感じ。ああ、なるほどね。うん、これ全部食べたら多分やばいと思う。けど、うん、これだけだ、一口だったら、うん、なんか上から辛ーって感じ。牛乳とお酒。俺辛いの苦手やから。うん、うん、うん、あ、待ち待ち、あー辛いな。そう、辛い。あー辛い、辛い。あー辛い。もしよろしければ牛乳ございますので。すごいでしょ。うん、じゃあ普通のキムチ鍋に。それを食べてみたいな、そこ。うん、いいや、もう全部食っていいや。俺お腹いっぱい。一口だけ。うん、そんなキムチ鍋うまい。最初漢方一応食べて。いただきます。うまっ、うまっ、これうまっ。あ、あ、はい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 。はい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 。あ、辛いわ、めちゃめちゃ辛い。あー、やば。あー、喉いった。喉、喉入った。めっちゃ辛い。喉、牛乳飲んだ方がいいよ。牛乳飲んだ。辛いものにはね、うん、乳製品がいいらしいよ。え、でブラックコーヒーが一番いいらしいですよ。あ、そうなんだ。で、りょうけん、どんだけ汗かいてんの。まだずっとかいてんじゃん。あの、前にも食べたことあんなって感じ。超えては来ないかな。あー、コーヒー、コーヒー。4回までコーヒーです。めちゃんぽんばい。いや、うまいよ、普通にキムチ鍋。うまい、うまい。いや、俺もキムチ鍋にすればよかった。ね、いや、やっぱカプサイシンはすごいんだね。いや、なんか申し訳ないわ。そう、でもさ、なんかね、かぶるのが嫌だったんだよ。そう、でもやっぱ無理だわ。うん、ダメだわ。あの、いつもやってるやっぱホットヨガのとこはね、多分もっとあったかいなと思う。ああ、 それはあるかもしれん。だし、やっぱあとね、集中してるよね。ああ、こう自分の中に入ってる感じ。そうやね。うん、もうすごかったもん今日。こっちからこっちから。はいはい。カシャ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 、うるさいし。でもその中でもあれだったと思う。なんかこの中で何やってんだ感がすごかった。確かに。いや、でもめっちゃおもろかった、うん、3人を見たとき笑けてくるわ。あーつー、久しぶりに汗かいた。久しぶりに汗がしょっぱい。ん、あー、よくない、よくない汗。そういうことね。まあでもよかったじゃん、今日出せて。うん、グッピーさん、普段運動とか全然しないの？ランニングするぐらい。あ、ランニングするんだろ。ランニングする、あれもそんなほんま不定期、不定期。なあ、ほんまマジ走らなあかんなってできるぐらい。なるほど、うん、やべえって。うん、あー、なるほどね。あと3ヶ月運動しないみたいな。まあ確かに、冬とかだとランニングしてもなかなか汗かかないよね。そうやね、うん、そうやね。夏やったら結構走ってる。うん、そうなんだ、すごいんだよ。とりあえずその何か段階何回、まあいいや、ちょっと1回切るか。はい、ということで、なんだっけ、極激辛ペヤング食べてみたでした。みんなも勇気がある人は食べてみてね。バイバイ。